阿賀野川部下土橋梁は、新潟県東貫原郡阿賀町の阿賀野川に架かる、東日本旅客鉄道万越再線の、鉄道橋である。万越再線の肘谷駅可能性期間の阿賀野川に、架かる全長252メートルの橋梁である。万越再線の建設工事に伴って1914年に、完成した。プレートガーダープラットトラスワーレントラスの3種類の、形式が用いられている。 トラスはアメリカンブリッジ製である。1983年11月20日に中央部のワーレントラスの老朽化に伴う掛け替え工事が行われた。橋の掛け替えでは脇に新しいものを掛け直すことが多いが、この時はワーレントラスの位置計のみが掛け替え対象であったため列車の運行停止時間の短縮と工費の節減の 両立を図って日本で初めて落下式の掛け替え工法が選択された。これは脇に仮設足場を用意してその上で新しいトラスを組み立てておき、古いトラスをジャッキで横に押し出して川に突き落とし、新しいトラスを横に移動させて据え付けるというものである。阿賀野川部下土橋梁の例では落とした古いトラスの重量は約450トンであった。 掛け替え工事の総工費は約4億円で、これは新鮮に切り替えた場合の半額以下とされる。かの世紀前に、この時掛け替えられたトラスの一部とモーニュメントが展示されている。また、新潟市新津鉄道資料館には、トラスの名板と掛け替え工事の詳細を紹介したパネル展示がある。また掛け替えの模様を撮影した写真は、 万越再線全通70周年記念入場券に採用され、同じく、新ー鉄道資料館にて展示されている。ありがとうございます。